ノビ俺やばい。ノビ俺やばいかも。今俺病気なんだ。病気？女が見えない病気なんだ。あいつだあいつ。あのスティーブが俺に乗りかけたんだ。おはようございます。もみさんどこにいるんですか？じゃあ行ってきます。 GPS ないですよ。そう、海見えるもん。もみさんどこにいます？犬よ、目の前に。いやもみスティーブ、もみさん見える？もちろんですよ。え、どこ？後ろにいるよ、ラード。え？声が聞こえない。怖い。え？もみさんに伝言を伝えれるか今。はい、もみさんに伝言があるそうです。なになに？クソガキ。クソガキと言っています。出た。信じちゃうんだ。飲んだり死んじゃうんだ。ノビ、あれ、ヨサ先生いる？いますよ、ここに。ノビ、俺やばい。ノビ、俺やばいかも。なんで？呪いかけられたかも。呪い？女性が見えない。女性が、俺の。俺女性が見えない。上田さんはじゃあ見えてる？上田さん。上田さんは見えてる。え、俺女性が見えない。え？今、四葉先生も桃井さんも見えなかった。え、この殴られてんのは？殴られ…何の話？もう一回やってください、桃井さん。え？え、なんも…なんか…え？何？何？ 100% だ。え、僕は殴ってみてください、桃井さん。いったいったあれ？でも、かすって言ってる。当たってる音してない。でも、ゴリゴリ減ってますよ。もうノビ、あのすまないが今日すべての会話をあの通訳してくれ。めんどくさ。大丈夫よ。わあ、本当だ。なんか変なる。歪んじゃってる。俺はあの四葉先生とも大見さんの声聞こえるから。あ、聞こえるんだ。うん、姿見えないけど。俺が見える女性探してくるって言っといてくれ。わかりました。大丈夫だ。大丈夫ですか？あ、ソスさん助けてくれ。今俺病気なんだ。病気？女が見えない病気なんだ。女が見えない病気？男だけは見えるんだけど、女性が見えないし、女性から俺が認知されないんだ。なんか横島な思いがそうさせてるとかじゃないよな、松本先生。そんな、俺がそんな医者に見えますか？ソスさん。なんかスティーブと喋ったからなんか変なこと起きてしまったとかじゃないだろうな。それだ、スティーブ、あいつ、あいつと変わったからおかしかったんだ。でもね、プーちゃんが本格的にやりたいって言ってたからこのまま採用する。おちょくん。はい、どうしました？今ここにいる人間の名前教えてくれ。ここにいる人間の名前。ああ、頼む。ミカドルアシェイヤ、ヒノパチオ、オルカトボロ、あとプー、あと月のエルナ。やばい、俺どうしました？女性に認知されない。ちょっと皆さん聞きたいんですけど、大道真城先生見えます？え、見える、いるよ、ここに。声は？声は？聞かれ気じゃない、真城先生。俺の声、俺の声は？え俺の声は？どういうこと？俺の声聞こえる？何？声聞こえない。声は聞こえないけど、ここにいるよ。ほら、前世なんか女性にやって呪われてません？違う、スティーブが。先生、私マシロ先生に闇があるの知ってるよ。あいつだあいつ、あのスティーブが俺に呪いかけたんだ。呪いかけられてるんだ。スティーブ待て。でも今日ちょっとマシロ先生、やっぱ闇があるな。お前、俺に何した？しました。お前と話をしてからな、俺は女性の姿が見えないし、女性側は俺の声は聞こえないんだ。それはなぜか知ってますか？お前がやったんだろ。おい、逃げるな、スティーブ。解除してあげてくれ。わかりました。それではまず私を病院に連れてってください。
ナノメじゃないんだからさ、困るよ。世界に関連して病のようなデバフを受けている？教えてくれ。お前が言うことを一人でやり抜ければいいんだな。キャッシュをクリアしてください。キャッシュをクリア…何言ってんだお前。世界を消してください。世界を消し…何言ってんだお前。この世界を消すか俺が消えるかどっちかしかないらしい。すいません、マシロ先生ありがとうございました。ありがとうございました。嘘ですよ、世界消しましょうみんなで。じゃあちょっと考えてくる。知らへん学園。おっちゃん、僕もはい、僕もずこんにちは。おっちゃん、ここに誰がいる？あ、こんにちは。え、なに、なんすか？おっちゃん、ここには誰がいる？ここ、え、なに、どう、え、ここには誰がいる？おっちゃん、ここに、もしくは俺女性から認知されない人間になっちまったんだ。俺見えないんだ、女性が。行くぞ、おっちゃん、行くぞ。真白先生かな。行くぞ、おっちゃん。おい、おい、光るか？おい、おい、光るか、おっちゃん、行くぞ。おい、な、なんすか？おちんちん。あれ全然大丈夫ですね。聞こえてないんだよ。え、おっちゃんにも声が聞こえてる？ほら、はい、真白くんの声が聞こえてますね。聞こえないんだよ。信じられないこと言ってます。え、なに？俺も見えないんだよ。女性がもう一回言って、え、行くぞ。言ってみてください。はい、どうぞ。おちんちん。あ、大丈夫ですね。ほら、俺女性が見えなくなっちまったんだ。何言ってる、おっちゃん。わし口ではよう言わんようなことを。よう言わんようなことを。はい、とても可愛らしく言ってます。とても可愛らしく。すまん、俺ハレンチ真っ白。誰もふざけんな、ちょ、訂正しろ。訂正しろ。ハレンチ真っ白ですよ。そうだよね。訂正しろ。ハレンチ真っ白先生ですよ。違う、訂正しろ、おっちゃん。おい、真っ白先生の。訂正しろって、おっちゃん。いや、あ、喜んでる。真っ白先生喜んでる。はい、そうですって。ふざけろ。シガビ、銃持ってる？持ってるけど。どこにいるんだ。一般の市民に銃を向けるといけないって言われた。頼む、大丈夫。公務員の俺が俺に発砲することを許可する。大丈夫。公務員の俺が俺に発砲することを許可するって言ってます。本当に？頼む。本当に。頼む。なんだったら頼むって言ってます。早くしてくれ。早くしてくれ。じゃあ外に出よう。それではどうぞ。なんかしてる？跳ね返りましたよ。なんだこれ。真白先生じゃない。やばい。なんかしてる？流血、真白先生。え？血出てなくない？太田さんもシュガピも。ウサギさんもあなたを囲んでます。嘘つくな。カメラには映りますか？そんな、俺は近くには誰もいないぞ。真白くんしか映ってない。そんな、俺はどうなんやろう。ちょっとみんなに、ああ、無人で車が動いてる。共有の仕方が。病院誰もいないです。写真を取り出し、男性であれば対応できますが。あ、男性一人、女性一人です。やばすぎだろこの状況。あの、女性対応します。補填行けば治るか。あれ、え、真白先生見えるよ。もしかして三郎くんがいるのか。真白先生、サブロー君。え、怖いね。マシロ先生もまた無言。え、誰かいるのか。クレープ買います。マシロ先生、ミカド君しかいない、ここには。え、声聞こえない。あ、アッコパスさんは見えるから男性か。何が起きてんの。そこでピンチできる。待って待ってね、アッコパスさん、マシロ先生見える？
いるよ。おはようございます。聞こえるよ。歪んでるのか。私には聞こえないんだよ。見えないんだよ。真白先生、おもろいことになっとるな。どうした？いや、救助できないんだよ、これじゃ俺。医者できないんだよ。ずっとそうってことだ。何？大ピンチじゃん。このままじゃ俺消えちまうんだ。なんて言ってるの先生？真白先生、これ。直せてます。あれじゃない？なんか早急に何か解決策を見つけないと、はい、本当に体が消えちまうんじゃないか？いや、男にも認知されなくなっちゃうんじゃないか？男にも認知されなくなる。やばいよ。あれか？先生。あれかギャンブルしすぎた？ギャンブル関係あるか。真っ白先生なんかしたんですよ女性に。なんかあれじゃない？モテすぎてたぶらかした挙句に何か恨みを持ったのでは？何を言ってんだ？怖いか。ちょっと俺見える女性を探してくれ。変なもん先生。そうね、それはマジで先生は見える解決策になるかもしれないから。真っ白先生ちょっと頑張って。なんかよくわかんないけど。ありがとう。女性の命は女性に任せよう今日は。じゃあ。ご分を。またね。あれは…ゴリゴリ下に乗りだ。ホサは見えない。こんばんは。どうも、見えなくなっちゃった。あ、俺今男性しか見えないんです。どういう…ここにホサいますよね、多分。どっかに。お店とか…お家出入りすれば…お家出入りすれば見れるかも。じゃあこっち、こちらどうぞ。ここですか？この中一回入ってみてください。これで治るのか。どうだろう。どう。俺の世界には男しかいません。ダメか。はい、了解です。じゃあ瞑想します。 OK、 いってらっしゃい。戻った。お、おかえり。戻りました。お、じゃあ後で試すか。いや、今一瞬桃井さんが見えた気がする。おっと、桃井さん。なに、俺の声聞こえますか？聞こえる。あ、おった。あ、治っちゃった。よかったよかった。